ブジョクールは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ドゥー圏のコミューン。地元方言では地名を、バウトヤーという、ババンの手前にある。モンベリアルから9キロメートル、ベルホールから30キロメートル、ブザンソンから70キロメートル離れている。ブジョクールは、歴史的に、モンベリアル伯領の一部であった。モンベリアル伯領は1793年に、フランスに併合されている。 流側にかかる税関橋は、コミューンの中心部にあり、1467年に建設されたものである。橋は、すべての戦争でひどく痛めつけられ、6度にわたって部分的に破壊されている。1589年4月、モンベリアルファク・フレデリックによって再建された。彼は、橋の基礎部分に3つの言語で刻印された、1587年の ユグノー戦争の最下を早期させる名盤を掲げた。17世紀には、この橋は、フランシュコンテ工領とモンベリアル白領の間のドゥ川を渡る唯一の道だった。橋のアーチは良い状態で保存されている。現在の幅は、最初に建てられた際の幅とほぼ同じである。歩道に石が敷かれたのはもちろんだが、1メートルのコンクリートも付け足された。伝説によると、 1497年頃のクリスマスイブの夜、橋の隣で腹を裂かれた鹿が見つかった。それ以来、侮辱ール住民は鹿党とトリップを幸運の印とみなしている。コミューンには二つの教会がある。ルター派の改革派教会は1833年に発足し、モンベリアル地方では独特の大円型をしている。カトリックのサンミシェル教会は1867年に、 封険された。クワイアにある等身大のキリスト卓形像は圧倒的である。この木製の彫刻は1725年の火事で破壊されたノートルダムド・ベルシャン修道院からもたらされた。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をするものの重複文を除いたもの。それ以降は 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。